皆さんこんにちは。神永真嗣役を演じた斉藤工です。1月11日12日にいよいよ全米にて新ウルトラマンが公開されると聞きました。とても嬉しく思っております。メイドインジャパンの究極のエンターテインメントができたと思ってます。ぜひ多くのアメリカのウルトラマンファンに届くことを願っております。劇場でお待ちしています。あれがウルトラマン。怪獣はなぜかこの国にしか出現しないんだ。巨人の行動には怪獣とは違う知性を感じた。あなたが何者か、正体が世界中にばらされてる。私と一緒にこの星のために働きませんか。あなたは外星人なの、それとも人間なの。